佐古市。佐古市は、兵庫県阿古市東部の佐古市湾に面する港町。都市景観大賞、都市景観百選にも選ばれた伝統的、建造物群による古い町並みと、畑川勝生域の島、行島、国の天然記念物、瀬戸内海国立公園特別保護地区、兵庫の森百選を包むように広がる、美しい佐古市湾の眺望で知られる。 番州阿光さ山、佐古市の柿の養殖生産地である。佐古市は四季折々の貴重な行事や祭礼、それに伝わる伝統芸能も数多く保存伝承されており、中でも大飛神社の祭礼、佐古市の船祭り、瀬戸内海山、大船祭りは国の重要無形民族文化財に定めされている。二0 1八年、平成三十年四月、北前船の西回り、 瀬戸内航路の主要な寄港地として、佐古市に残る関連文化財7件が、日本遺産に認定、日本遺産、荒波を越えた男たちの夢が紡いだ空間、北前船寄港地、選手集落日本遺産ポータルサイトされた。ハリマナダに位置する天然の良好佐古市裏には、都来人であった、畑川勝をはじめ、南朝、 南北朝時代の中心であった小島光徳など多くの偉人伝説が残る。地元に残るそれら人々の伝承記録を見ると、佐古氏が瀬戸内往来の重要な中継地として長くあったことが伺える。807年、大同2年、中国からの基都であった空海901年、縁起元年、都から九州の太宰府へ下る途中であった菅原道真。 1565年、a 六7年、長崎、平戸から京都に向かう、途中のイエズス会宣教師、ルイス・フロイスのほか、1587年、天正15年、九州遠征中の豊臣秀吉を見舞った、細川雄彩も、その北に、佐古市に足跡を残す。17世紀に入ると、瀬戸内海有数の海鮮業、西回り航路の拠点として発展、奥道、 大西、岩崎、渋谷などの豪商が海鮮業を営み、佐古市裏には西回り航路用の大型海鮮31層、内海航路用の小型海鮮15層余りがひしめていたという。また、西国大名の三勤交代の港としても使われていた。この頃の佐古市港には数回にわたってオランダ船の入港記録もあり、1787年。 天明7年には、蘭学者でもあった、芝高官が佐古市に立ち寄っているのが、興味深い、高官採用日記。18世紀以降、北前船が停泊する、日本海諸港の台頭によって、瀬戸内の港町の多くが衰退する中、佐古市は、阿古の潮を運ぶ、北前船の港として、明治時代まで栄え、佐古市裏から、高瀬船の発着場があった千草川まで続く。 大道と呼ばれる通りの風格ある街並みは、王子の繁栄を今に伝えている。佐古市にある大秘神社には、都来人であった、旗川勝が祀られており、その一族はネストリウス派キリスト教徒の末裔であったという。日本のキリスト教の研究者によると、日本で最も古くイースターを礼拝したのは、ネストリアンと呼ばれていた景教を崇拝する人々であり、 西暦544年、近明5年頃には、サコシに教会を築いて、イースターを祝っており、日本で最小となる古寺院、秘伝院としての役割をも担っていたのが、大秘神社であると推測している。事実であれば、ローマカトリックの宣教師であった、聖フランシスコザビエルが鹿児島に上陸する1000年、前に、慶京は、サコシに伝来していたことになる。には、 菅原道真を由来とする地名が多く残る。901年、縁起元年、九州の大宰府に左遷される途中に道真は、塩町のため、佐古市に小舟をつけて立ち寄る、大泊まり、五白、大泊まり。歓迎の村人で大騒ぎになる佐古市の様子に、驚いた、道真であったが、思わぬ艦隊に心を良くし、しばらく佐古市に投留する、登留。 道真は、浜の岩、天神岩に腰を下ろし、集まった人々に、佐野帰国の国志をしていた時に見た、塩作りの話や、京の、都話などをして、次第に、佐古市の人と親しくなっていった。道真公が去った後、人々は、天神山、北の町の北の天満宮、現在は、大秘神社境内に、移設に、道真公を祀る。有名な、 こチフカバに良い起こせよ、梅の話なしとて春を忘れるなは、ここでは、道真公がサコシを離れる時に、サコシの山に咲く、梅の花を眺めながら、慶を思いつつ、読んだ歌であるとされている。サコシ沖では、太平洋戦争末期に、日本本土への石油輸送に成功したことで知られる一隻の、大型タンカーが、アメリカ海軍機動部隊に空爆を受けて、沈没している。 1945年、昭和20年7月28日、セリアマルは、あいおイのハリーマゾー船所で、貨物船に改造されるため、サコシワに停泊していたが、午前5時30分頃から、始まったアメリカ軍の波状攻撃で、船尾浪左辺に、爆弾一を被弾、午後1時20分再び、機関室上部に命中した2発が致命傷となり、大火炎に包まれながら、 行島の西方沖に沈没した。この空襲では、乗組員48人のうち一等機関士や、看板員、調理員など6人が、犠牲になった。佐古志港として、地方港湾に指定されているほか、佐古志漁港、第一種漁港がある。佐古市の古い町並み、都市景観百選、日本遺産構成文化財。郵便番号678-0172兵庫県。 あこーシ、サコ楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。